中華民国海軍は中華民国の海軍である。1911年の侵害革命を受けての成立時点では新国海軍の後継組織だったが国境内戦に敗れた中華民国は1949年から1950年に中国大陸の支配権を一部の沿岸当初を除き創出した。以降は台湾国民政府及びその後継政権の 海軍として存在しており、台湾海軍と呼称されることもある。21世紀初頭の中華民国海軍の主な任務は、台湾本土や実効支配下にある離島からなる領土とシーレーンを中国人民解放軍海軍による攻撃、侵入及び封鎖から防衛することである。なお、海軍が海上警察業務を兼ねたり海上警察組織を 参加に置いたりする国々は多いが、台湾では、海上警察業務は、海軍ではなく、日本の海上保安庁にあたる海巡署所が独立して、担当している。作戦活動は、台湾海峡及び、周辺海域の紹介があり、これは、戦時の反撃や、対抗作戦と同様に重要視されている。 中国による台湾を孤立させるための国際社会への圧力や外洋軍事進出に対応して軍艦の自主開発、建造や台湾東部海域での作戦能力向上を図っている。保有する艦艇の窃盗後はロックスとなる。以前は CNS が使用された。他国の海兵隊に相当する中華民国海軍陸戦隊を有する。 1914年の中華民国軍艦の識別図国境内戦に敗れて台湾へ撤退するまで中華民国は中国大陸を統治し海軍は中国沿岸海域や船舶の航行が可能な大河で活動していた中華民国建国後間もなく新国海軍の装備と人員を引き継いだ中華民国政府は引き続き海軍を発展させるために 海軍省創設。1913年の第二革命では、北洋政府の指揮下で、革命勢力と交戦し、地月に貢献した。だが1917年の五方運動において、海軍総長のほど平気が、帰化の第一艦隊を率いて孫文率いる、関東政府に合流したため、中華民国海軍は、北洋政府の北洋海軍と関東の五方艦隊の二つに、 分裂した。さらに、経費不足、軍閥の拡挙に加えて列強による武器金入政策によって、中華民国海軍の発展は、停滞期に入る。その頃、中華民国は、第一次世界大戦で戦勝国となり、海軍は、ドイツ帝国の川洋砲艦を戦利艦として、獲得した。シベリア出兵中の1920年に起きたに、港事件では、 アムール川を下った中国艦隊がニコライフスクの日本軍兵衛を砲撃する事件を起こしている。この艦隊は1929年の中祖紛争で壊滅した。1928年の北伐勝利後に中央政府は海軍省海軍部に昇格させた。軍務、艦政、軍海、海政、軍学、経理の6部が含まれ、 さらに、10年建設期間において、海軍は、比較的大規模な建艦計画を立てた。初期の艦隊は、艦船約44隻、総排水量3万トン余りだったが、死な事変勃発直前には、艦船58隻、5万トン余りまで増加していた。だが、日中戦争勃発後は、経費節減のため、中央政府は、海軍部を海軍総司令部に降格。 日本軍の攻撃による損害は甚だしく、大型艦艇と沿岸部の領土のほぼすべてを喪失した海軍はわずかに残された砲艦で河川や湖に機雷を付設し、日本軍が河川を利用して軍隊や補給物資が中国奥地まで運ぶのを阻止するだけだった。1940年には王朝名が南京に対日優和的な政権を樹立し、重慶とは別の 中華民国海軍を設立した。しかしこの海軍は小規模なもので、また王が自らの軍隊が戦争に加わるのを避け続けたため、目立った自責のないまま当人の死と日本の敗戦で消滅。民国海軍は小海石の下に統合された。主な厚生国民党政権下では、中華民国海軍は主に4つの海軍で成り立っていた。 日中戦争直前の状況は以下の通り。中央海軍、東北海軍艦、東海軍軍西部伝来学校、軍事委員会直属時国制軍艦は、一戦や砲艦など、ごくわずかでほとんどは、イギリス製やドイツ製、日本製が混在していた。有名な軍艦1945年、日中戦争の勝利により、中華民国は日本より賠償として数十隻の、 艦船を接収した。さらにアメリカ合衆国とイギリスからも、艦艇の譲渡もしくは対応を受けて、海軍の再建を果たした。陣容は以下の通り。しかし、国境内戦が再発し、戦況が共産側に有利になると、大量の海軍軍人が国民政府に反旗を翻して、主力艦の重慶や日本から接収した砲艦などの船ごと。 中国共産党へ投降した。その後、祝軍を行って、体制を何とか立て直した。1950年の国民政府台湾撤退に、前後して、海軍艦隊は、不利な状況下で、朝山軍島、海南島、大鎮島など、中国大陸沿岸の島々から撤退を行った。また艦隊は、北京の故宮の文物の大平疎開にも従事した。 台湾海峡の中国大陸側にある、金門島、バッソ島、大陳列島と、南シナ海の東佐諸島と太平島は、中華民国の実効支配下で保持されたものの、中華民国海軍の現実的な主任務は、台湾の防衛となった。だが、トルーマン政権のアメリカとの外交関係は、冷え込んでおり、台湾もいずれ陥落する恐れがあった。 有名な軍艦1950年に朝鮮戦争が始まるとアメリカは極東政策を転換。一時はミステルカに見えた台湾の中華民国政府をアジア反共勢力の一員として支援する方向に切り替えた。アメリカは中華民国に第二次世界大戦時の軍艦を大量に供与。また第七艦隊を支援に当てて、 中華人民共和国へ強い圧力をかけ続けた。海軍を含む軍隊が大陸沿岸のわずかに残った当初を死守している間、小海石は大陸反抗の意思を捨てていなかった。兵石政策により中国大陸への海上封鎖を宣言。共産党支配下の港へ寄港しようとする第三国船石の船舶を打破したほか、 大陸沿岸への襲撃作戦を実施した。紹介石は、中華民国海軍もいずれは、アメリカの支援の下で、中国本土上陸作戦を行うものと捉えていた。しかし、ソビエト連邦と中共が、核兵器を保有すると、大陸反抗は、キューバ危機のように連鎖的に世界を核戦争に、突入させる、リスクのある行為となり、アメリカは、そのような状況を望まなくなった。 米中全面衝突を望まないのは、実のところ毛沢東も一緒だった。こうして、1960年代後半に入ると、1965年に、発生した偶発的な、東印海戦、東山海戦、カラス海戦を除くと、台湾海峡には、暗黙の急戦状態が成立した。1971年、中華民国は、 中国の国連代表権を失った。米中国交樹立に伴う対米断交もあって中華民国の地位は非常に不安定になった。中華民国は小介石の後を継いだ新総統、小渓国の下で軍事戦略を公正主義から公主一体に転換。1988年離島期に代替わりするまでの間に大陸反校の方針は 段階的に放棄されていった。この間、中華民国海軍は、大型艦艇の国産ができず、防衛装備の供給はほぼ、アメリカに依存していた。しかし、歴代のアメリカ政権は二つの中国政府との関係を常に気にする立場にあったので、提供される装備は常にその時点での米海軍の、片落ちや、ダウングレード品だった。 潜水艦の新規供与は拒否され続け、天地級が21世紀に入るまで運用されていた。中華民国海軍は、フレッチャー級やギアリング級など、第二次大戦警の駆逐艦も改装に改装を重ねて運用していたが、中華人民共和国が1980年代に改革開放で長い経済低迷から脱すると、中華民国も、 軍備級指揮下の改善の必要性を認識。冷戦が終わり、第3次台湾海峡危機が起きると過度な、台米依存のリスクもあらわわになって、イスラエル製、ガブリエル対艦ミサイルやフランス製、ラファイエット級フリゲートなど、アメリカ以外の国の装備が、海軍にも加わるようになった。有名な軍艦2000年に成立した、陳水編政権は、軍事戦略を、有効核素、 防衛骨主と定義づけ、制空、正解、地面防衛、重心打撃、早期警戒、情報優先、境外決戦の3つの柱を据えた。したがって21世紀の中華民国海軍は、大陸反校ではなく、人民解放軍による、台湾封鎖への対処と、着上陸進行の撃破を主任務としている。台湾は四方を海に囲まれており、 海軍の重要性は日に日に増している。従って引き続き、アメリカの退役艦の取得や艦隊の増強、並びに兵器の更新を行っている。また、老朽化が著しい潜水艦については、2017年に自主建造する方針が打ち出され、2020年11月に最初の艦が着工した、8隻建造を目指している。さらに、 原油一隻だけの多高級コルベットを2019年から順次11隻量産する計画である。このように現在、海軍は国家の安全保障のために次世代の戦力増強を目指している。中華民国国防部海軍司令部全般を統括する中華民国国防部海軍司令部のもと以下の主な部隊機関がある。参考資料 中華民国国防部海軍司令部門ページは97年、国防白秘書、太字は海軍司令部が統括する組織。2021年4月時点。一部、ジェーンズ・ファイティング・シップス参照。過去に収益した官邸については、中華民国海軍官邸一覧、台湾海軍官邸一覧を参照。このうち合いかは2。 ゴーシゲ2は、機雷付設定に改造され、2014年7月16日に、海軍第192艦隊機雷作業大隊に配備された。2020年6月時点。このほか、中山科学研究院が開発した、無人航空機、A 飛び27機による、海上戦術偵察大隊を、兵東県に配置している。ありがとうございます。